藤川大橋は、山梨県南駒郡藤川町と西八代郡市川三里町を結ぶ藤川に架かる橋である。藤川大橋東詰北側より、西方向を望む橋は、全長606メートル、幅10.5メートルの片道1車線、合計2車線であり、上流側には歩道が設置されている。藤川に架かる道路橋としては、 富士川川口付近にある国道1号、新富士川橋と東名高速道路富士川橋に次いで3番目、上流の釜梨川を含めると、中部横断自動車道釜梨川橋に次いで4番目に、長い。富士川町と市川三里町を直結する唯一のルートだけでなく、国道52号から山梨県道4号、国道140号を経由し、 中央自動車道甲府南インターチェンジへ通じる最短ルートでもあることから1日の交通量は約1万4000台と多い。なお、藤川大橋は農道であるため、事業主体は国土交通省、または自治体ではなく農林水産省である。本流の釜梨川と支流の笛吹川が合流し、富士川となる。この一帯は古くは、 青柳の私という渡し船を使って川を渡っており、また仮設の橋が架けられることもあった。しかし仮設の橋は大雨で増水すると流され、渡し船も同様に航行不可能になる上自動車などの大型荷物は運搬できなかった。佐賀の旧マス保町一帯は、甲府方面へは明治期に山梨馬車鉄道、昭和期に 山梨交通電車線が開通しそれを利用することができたが、静岡方面は1927年入岸を通っている、三延線が市川大門駅まで開通するが、マス町と駅とをつなぐ交通手段がなく、仕方なく、渡し船を利用するか遠方へ向かう場合は、三延駅まで山梨交通のバスを利用するしかなかった。1950年に、 増穂町の南隣であるカジカザワ町に藤橋が開通したことでバスを利用してカジカザワ口駅まで向かうことができるようになり、さらに1976年には三郡西橋が開通したことで市川大門駅や市川本町駅も利用できるようになった。しかし藤橋、三郡西橋とも増穂町外にあり、特に増穂町から市川大門町にある。 山梨県立市川高等学校へ通学する高校生は国道52号を北または南へ向かってから橋を渡らなければならなかった。1980年代になり山梨県内のモータリゼーションが進んだ頃交通量増大に対しドウや桃などの農産物を運ぶために利用されている右岸側の神奈川曽根高域農道から対岸の国道52号方面へ迅速に 農産物を運ぶための新たな農道建設が計画され、その間にある藤川にも新たな橋を架ける構想が持ち上がる。1987年に広域営農団地農道整備事業、藤川西部地区が採択されたことにより、事業が開始され、1991年には架橋が開始された。そして6年の歳月をかけ1997年3月に開通。 本来の目的である農産物の運搬だけでなく増す方町から市川大門町へ直結する道路ができたことで旧市川大門町内にある駅や市川、高校までの所要時間が大幅に短縮された。富士川大橋の西岸南側には富士川浸水公園がある。富士川の中杉整備が進められ2010年8月30日にオープンした。 浸水用の護岸工事がされており、富士川の水に気軽に触れることができるほか、ターゲットバードゴルフとグラウンドゴルフができる広場や、最長1000メートルのウォーキングコース、あずまやが整備されている。中洲の公園名は、富士川水辺公園と名付けられ、東岸から公園がある中洲へ渡るため、富士川三原市橋という鉄筋コンクリート構造の橋梁もかけられている。なお、 開園時間は8時半から17時までとなっており、河川増水時は立ち入らないよう注意を呼びかけている。堤防を挟んだところに、道の駅富士川がある。また、浸水公園の近くに、中部横断自動車道マスホ PA が整備されている。三軍西橋が開通した当時は、石川元町駅が、急行停車駅であり、一方市川大門駅は通過していた。 1995年に特急へ格上げされた西市川大門駅が停車駅となった代わりに市川元町駅が通過駅となっている。富士川新水港宴会演式が行われました。地元及び関係機関との協議によるマスホピー A の設置位置の変更。ありがとうございます。